FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャココと佐々木久子です。今週も始まりました、ヨッシー清松のワクワク土曜日。皆さん、1週間お疲れ様でした。この番組では、冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そして、ヨッシー清松のちょっとだけいい話。さらに、ゲストをお招きしてのスペシャルトーク。清松社長の幅広い交友関係の中から、毎回一組に来ていただいて、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。また時には、清松総合鉄工株式会社の元気のいい社員の方を一人選んでスタジオに来ていただき、社員の目から見た会社や清松社長について本音トーク、ラジオに出てから言うけどここだけの話、私チャコが清松総合鉄工株式会社の社員さんにいろいろ聞いちゃいます。番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けします。まずはヨッシー清松に会える日です。はい、はい、まず、これ僕の、講演ではないんですけども、うん、アップダウンの竹森さんが豊後高田のロータリークラブで講演なさるっていうので、僕それを聞きに行って、会場に行くようになってますんで、はい、一緒に、ロータリーのランチ会に来られる方、よかったら僕に手を振っていただければありがたいというふうに思います。それが6月13日のことですね。そうですね、はい、その次の6月14日の日は、今度は平野工務店の、別府にある、ゼネコンさんなんですけど、そこの安全大会がございまして、そこでもアップダウンの竹森さんと阿部さんが、講話なさるということですので、僕もそれには参加しておりますので、またよろしくお願いいたします。そしてですね、実は6月20日のことなんですけども、豊後高田市準倫理法人会さんのモーニングセミナーで、僕はお話しすることになってます。明けて、6月23日の、宇佐市倫理法人会のモーニングセミナーでも話すようになってまして、これ、2つが近いんで、なんか前半後半に分けるような感じで、片方ずつ聞いても分かるような話にはするんですけども、まとめて聞くとより分かるっていうような、そんなお話にできたらいいなと思って今構想中でございます。もうよかったら聞きに来てください、チャット GTP とか AI、とかがもうどんどんこれから先こう進歩的に進んでいくんで、そんな中僕らはどうすればいいかっていうことについてお話ししようかなというふうに思ってますんで、ぜひとも両方とも倫理法人会の会員ではなくても、参加できますんで、ぜひともおいでいただいて、僕の話を聞いていただければありがたいというふうに思います。それから7月3日のことはですが、7月の月初の朝礼、清松総合鉄工に来ていただければ、ニューヨークタイムズでも取り上げられた朝礼ですんで、もしよかったら話を聞いていただければありがたいというふうに思います。ちょっと月曜日だからね、チャコと会えないのは残念なんですけど ね、また月曜日ですね月曜日の可能性が高くなっちゃうんでね、6月は行けたんですけどね、それでも、今度は7月の月初の朝礼では、わざわざ大阪から、毎年、年1回必ずヨッシーの朝礼に参加するって決められている防水屋さんの会社がございまして、そこの人が7月には必ず朝礼に参加しますっていうふうに言われてるんで、社員全員連れて、ちょっと会社の旅行がてら、清松総合テコの朝礼で1年をゼロクリアしようっていう、
そういうことを考えてずっとやってらっしゃる会社があって、はいはい、その人が7月に来られますんで、はい、大阪のシールドという会社なんですけども、はいはい、そういう人たちともこう会うことができる、そういう朝礼でございますので、はい、ぜひとも来ていただければありがたいというふうに思います、はい、で、その明けての7月5日は今度は中津倫理法人会さんでモーニングセミナーを行います、はい、宇佐文語高田でやった話を一つにまとめたような話をしようと思ってますんで、はい、中津の人をぜひとも、はい、来ていただければありがたいというふうに思います、はい、中津は中津商工会館の3階の大ホールで行います。はい、はいはいはい、お忙しいですけど。そうですね、はいはい、頑張ってください。はい、どうも、はい、清松総合鉄工株式会社がお届けするよし清松のワークワク土曜日。そんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。本日のゲストをご紹介します。清松総合鉄工株式会社から家事工の中島直樹さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日は奥様の陽子さんも、ね、はい、はい、直樹さんの奥様ではなくて、ヨッシーの奥様の。はい、はい、はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日ね、うん、またお若いですね。そうなんです。中島君は。もう、まあ、入ってきた順番で大体こう、はい、収録段取りしてたんで、まあ、一番最後の3人ということで。今日からね。今日から、はいはい、3週続けて3人の。はい、若手が登場いたしますんで、はい、楽しみですね。ということは中島さんはもう20代ですよね、絶対ね。そうですね、今年28の代です、はい、なんかもうあのベビーフェイスなんでもっと、よく言われる、ね、甘い顔立ちしてますよね。可愛いよ ね、 ね、そうそう。私もあの実は以前からですね、ちょっとあの知り合ってってまして、あのイケメンだなといつも思ってます。全然です。はい。なんかジャニーズにいそうな感じよね。そうそう。うちイケメンが多いんですよ。陽子さんが自慢してます。そうですよね。なんか年上の私とか陽子さんから見たらもう可愛くてしょうがない。そうそう、もうね。ね、そういう息子より可愛いわ。息子も出ますからね、この2週間ね。はい、本当素敵なんですけど、中島さん今家事工。はい。はい。家事工とは、家事工とは、あの図面が出てきた時に、はい、その決められた場所にその板とかをつけたりすることですね、うん、はい、はいはい、板をつけていく、はい、あの一般に仮付けって言われてて、あの本溶接の前に、はい、大体ここの位置に、この板がつきますってこう、はい、本当に溶接する人がつけると時間かかってしょうがないじゃないですか。だから図面を読めて、はい、この板がここにつくんだっていうことが分かる人は、うん、まあ、やっぱり家事工という分野で特化してるんですよね。どんな字書くんですか、家事工。家事屋の家事な、金編に、なんか段取りの段、数で収める。刀鍛冶の里ですか、あれ。違う、違う。そうそうそう、そのそうですよね、今鬼滅の刃の、そうそうそう、刀鍛冶の鍛冶です。刀鍛冶の鍛冶は、ね、そうなんですね、うん、でも実際に鍛冶をあのこうなんてカチンカチンってするんじゃなくて、うん、そうですね、あのトレースというか実際の下書きの部分っていうのかね。いや、それを、あの、はい、下書きをもらって、その部品を部品とくっつけて、うん、この位置、図面を見ながら、はい、ここの位置につくんだっていうことが合わせてあげる人ですね、うん、そう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 。でそこをじゃあその溶接される方がそこでストンストンする、うん、そう、直樹がつけた、はい、板を、はい、溶接工の人がその本当に骨溶接をするっていう大事な仕事じゃないですか。間違えれません、ね、間違えれませんよね。彼が間違うと違ったものにたまに違ったもの作ってやろうとか思ってしまう。いやいや、そんなことはそれはない、それはないですそうなんです。今清松総合鉄工株式会社に入られて何年目ですか。今3年目ですね。3年目、はい、あ、うん、じゃあもうだいぶもうずっとその部署ですか。家事工ずっと入った時から家事工です。それはなんかこうあるんですか、うん、もうあちこち行かせなくて、あのうちの会社も立候補制なんで、はい、ね、これやりたいっていう人がそこに行くっていう、はい、その場所には興味があったんですか。ちょっと物をあの物を、うん、溶接がもともと少し興味あったんですよ、はい、でちょっと物をつけるのが、はい、ちょっと楽しかった、楽しかった、楽しみやったんで、それで
形を作っていく人なんですよね。なるほどね。実際自分がそのここですっていうふうにこう決めた場所から製品ができていくっていうのはやっぱりじゃあたまらないですか。ちょっと楽しいですね。今たまらないって言ってほしかったね。言葉の抜き取りゲームしてたんですけど、たまらないは言ってくれなかったですけど、楽しいですね。楽しいです。はい、そうですね。はい、でも以前は、うん、全然違うお仕事をされていたんですよね。はい、清松に入る前は、はい、ゴルフ場の整備の仕事をやってたんですよ。ね、芝生みたいな。3年ほどぐらい。あ、だから大学出てからとか。大学、そうですね。はい、大学出てからもう。はい、こっちに一回戻ってきたんですよ。大学はどちらに行ってたんですか。三重県の方に。三重県行ってたんですよ。柔道で。あ、柔道されてるんですか。柔道してます。いや、ムキムキしてるなと思ってたんですよ。なんかね、体ががっしり、肩とかもがっしりしてるし、腕も。そう、なんかこのベビーフェイスの顔立ちとはこうなんかちょっと体つきは違う感じでね、ムキッとしてて。柔道、はい、柔道です。チャコなんか裸見たことあるっていう、とぼけてたのにせっかくそれ語弊がありますからね。裸見たことがあるって、たまたまちょっとね、一緒にお店にね来ていただいたんです、うん、シェリーちゃんと一緒にね、はい、その時にシェリーちゃんがね、彼はすごい筋肉マンなのよって言って、ムキムキしたところ上半身を T シャツ脱いでって言って脱いでもらったんですだからもう体がケンシロウ北斗の拳の、もう全部割れてる、もうどこのパーツも全部こうムキムキ。私そこ見てないの。あら、奈良子さん、私見ましたもうぜひなんかお祭りの時にね、清松さんごてこのお祭りの時にボディービルダーみたいな方たちを呼んでね、ぜひ彼も呼んで上半身脱がせて、私は欲しいと思いますけど。その時それは全部柔道からですか。あ、もう柔道してた時も補助で、はい、なんかトレーニングみたいなのはしてたんですよ。あ、筋肉を作る、はい、あ、そうなんだ。じゃあベンチプレスとかも上げる。あ、上げます、上げます。おお、そうなんですね。柔道でじゃあ大学に行かれた。あ、もう全部柔道ですね。全部柔道。高校も。高校も柔道で、はい、でそれで推薦もらって大学も柔道で。高校はどちらに行かれた。ここは柳校です。柳校、あ、柳校は柔道がね盛んですよ ね。海外からも今ね、今ね、いらっしゃっててすごい力を入れて、今年もなんか女性の方優勝してましたよね。今現役の女子高生が柔道部の女の子がなんか日本大会で優勝してましたけど、その柔道、そういった意味じゃ、はい、もしかしたらオリンピックに出たかもしれないっていうところまで行ったのかな。いや、言ってないですでもね、国体に選ばれるか選ばれないかのところまでは言ってない、まあ、そこまではすごいですね。そうなんですね。で柔道で三重県の大学の方に行かれて、はい、そして帰ってこられたと。こっちに帰ってきました、はい、でまた柔道とは全然違うお仕事、はい、はいね、柔らかいというかゴルフ場の、はい、整備ね、はい、なぜまたそれきっかけがあったんですか。あ、自分の友達がちょっとプロゴルファーしてて、うん、はい、でそれでその人が仕事でゴルフの、うん、はい、整備の仕事してたんですよ、はい、それで誘い受けて、はい、ちょっと入らせてもらいました。そうですか、はい、ゴルフは実際は。ゴルフは実際全然ですね。しないです。興味ないですか。興味ないですこんな筋肉あったら飛びそうですけどね全然す、それはもう仕事だけ です。やってみたことはある。一回だけやったんですよ。あ、でまっすぐ飛ばなくて。一回で飛ぶわけないじゃないですか。早いですね、諦めるのが。でも飛びますよ、絶対この筋肉の方がね。当たればっすね。当たれば。それも練習じゃないですか。柔道と一緒じゃないですか。でもまあ興味がないということですね。興味がないからね。そうなんですね。そうですね。今は何かこうされてることとかあるんですか。今体を使って。はい、仕事終わったらも毎日筋トレしてます。あ、筋トレなんですね、うん、やっぱり。ボディービルダーみたいな体してるのはやっぱり毎日毎日筋トレ行ってんですよ。必ず行くそうで、うん、柔道の時から比べて筋肉のつき方がじゃあまた変わってきたんじゃないですか。はい、もう全然違うっすね。あ、そうですよね。はい、で柔道の指導とかはしようとは思わない。これからですかね。まだ28だから。言われたことはあるんですけど、はい、多分自分向いてないんですよ向いてないんで、はい、人に教える教えるのが、うん、勘でやるんで。
か勘で国体寸前まで行ってたんですかすごいなすごいですね。でまたあの清松総合鉄工に入って、はい、もう今はもう家事工として3年頑張ってる、はい、そのお仕事はどうですか。いやもう毎日楽しいですね、はい、楽しい毎日楽しいです、いいですね。そうですね。私いつも本当に皆さんと最近もうずっとこうやってあのゲストで来られるんですけど、皆さん社員の方楽しいしか言いません ね。そうですね。本当にね、40代も30代も20代も、うん、あの一番最初の頃の、はい、あの専門あたりが厳しい苦しいとかちょっとぼやいてましたけど言ってたけどねあれ体力的なことですかねそれ以外、ね、何らかの言いながらでももうずっと勤めてますけどね。そう。まあだけどもうどんどん若くなればなるほど楽しい楽しいと、はあね。どんなところが楽しいですか。やっぱあの溶接もそうなんですけど、はい、いろいろちょっと今やってるんですよ。あの本溶接ですかね。本溶接、うん、もうちょっとさせてもらったり。あ、うん、あ実際だからもう自分が準備をしてここ打ってねっていうところをもうそのまま、はい。自分で流したりも、うん、すごいですね。どんどんじゃ磨きがかかってきているという、いろいろとレベルアップをレベルアップをもうじゃやっぱり溶接を極めたい。まあ他のこともしたいけども、もう、うん、全部できるようにトータルで、オールラウンド、オールラウンドで、また種から芽が出てますね。嬉しい言葉。ね、そうですよね。若い方がどんどんね、あのいろんなことに、会社の中でのいろんな部署にやっぱりこう、うん、ね、そうだよね。オールラウンドで、うん、いろんなところ、うん、あの自分が望むところに全部、うん、あの行ってもらうようになってるんで、立候補制っていうのはすごいですよ。なるほどね。これ途中からやっぱりこれをやりたいですっていうふうに変わった時もそれを受け入れられる。そうです、そうです。ね、今でもとにかく溶接を頑張ると。まあそうですね、はい、溶接を、はい、なんかこうなんか自分でなんかその溶接の余りとかで、うん、なんかこう作品とか作っちゃダメなんですか。いやいやいいですよ、ね、そんなことしたりとかは、まあ、まだしたことないです、ね、あのそれこそあのうちの、 あの従業員で、うん、フィリピンから来てる人いるじゃないですか、はいはい、バスケットの的を作ってみた。おそう、うん、あらやっぱり自分で作って、でベンチプレスを作ってみたりして、うん、ベンチプレス作ってるらしいです、うん、作ってください中島君も自分で筋トレできるんですよ、ね、かそれをなんかもう社宅に持って帰って、やってる、バスケットをやってみたり、あのね、ワンオンワンかな、なんか一つの、うん、ね、的に向かってこう何人かでこう、うん、入れるやつがあるじゃないですか、それをずっとなんかやってた、まあ、やってますよ、休みの日とか、生かしてますねだって買ったら結構するものですよ。ベンチプレスだって買えないし、うん、その的だってちょっと高いですし、それを自分ところの会社のね、上手に作ってますよ、はあ、ということはやっぱり研修生でもですか、うんうん、そうだから中島君もきっと作りますね持って帰って作ります、ね、どうですか、会社で作ってください持って帰ってください、ジム行かなくていいです。そうなんですよ、行かなくてよくなりますよ、一つずつ重りは今どれぐらいまで上がるんですか。ベンチプレスです、はあ、は今115ぐらいです。おまあまあ上がってますね、まあまあすね、うん、そうですね。でもう仕事終わりを絶対そうやって筋トレ絶対行くっすね、うん、いや本当に遅、はあ、あの残業とか遅くなる時あるじゃないですか、はいはい、そんな時も必ずあの何時からでも行って1時間ぐらいは必ずいるんでしょ。絶対いますね、はい、やらないと気が済まないですね。あ、筋肉作ってる人ってそう言いますよね。うさ、ね、にそういうジムがあるんですか。中津なんです。中津に行くんですね、はい、もう帰り道が中津なんで、あ、そういうことですね、はい、海岸線沿いの、はい、あの、はい、なんだ あそこ、フレスポって あ、はい、フレスポの中、うん、ありますね、あの中にありますよね。そうですか、すごい。それ何か極めて何か大会に出ようとかは。あ、もう大会出て有名になりたいんです、はい、有名になる。はあ、なるほどね。あの近くの九州総合スポーツカレッジで以前、うん、はい、あのバスケの先生してた先生が、はい、今宮崎の方に行って今ボディービルダーですよ。おそれこそ極めてますよ、もう優勝したりとかして。それやっぱでも3年ぐらいはかかったか なんか体を作るのに。本気になるとすごい、もう、うん、あのなんだっけ、標本みたいになって筋肉の標本みたいにあそこまで
でする必要あるのとか、やっぱそこ、やっぱりそこまで目指してます、うん、極めたいですね。やっぱそうなんですね。体脂肪率 3% とかそんな感じになる。私は今の中島くんの体が好きな一般的にはムキムキしてるっていうぐらいのは、うん、あの今の中島くんぐらいの、うん、極め出すと本当にもうな筋肉の標本みたいになっていくんでね、うん、これ筋が出るのが気持ちいいでしょ。いや違うんですか、絞れていくのが、絞れていくのが、はい、本当になんか逆三角形、ね、本当の逆三角形になるとちょっとあの気持ち悪く感じるんで、ね、私とかはね今見慣れないとでもあれ今すごくブームなんですよね。もう今やってる、ゴールドジムとかあのステッカーとかもなんかもう売られてるぐらいで、あのジム見つけたらすぐ行くみたいな、今多いですねやる人、ね、ただスポーツしてるとその筋肉とスポーツは違うんで、また別に全然違うんで、スポーツ選手の間にそんなにそこの筋肉つけたら全然ダメらしい、重くなるらしい、邪魔になるんですよ、あぐら組めなくなったりするんじゃない。そうそうそう、そうなんですか、はい、まあ、でもそれでも目指す、それでも目指しますそうなるとやっぱりもうあのもう9マスごでこうからもうこうビルダーが出ると、うん、ね、そうね、あ、なんかこう、あ、オリンピックとかあるんですかね。あ、ないんすけど、なんかありません、ね、うん、世界大会、あ、それすごくないですか ね、 ね、すごいですね、清松総合鉄工のパンツ履いていや、それちょっと皆さんで応援します、小林島さんを、ね、目標的にはどれぐらい、何年後とか。今年28なんで、はい、30までには、うん、日本、まあ、ベスト4ぐらいには入りたいです。すごい目標持ってますね、うん、しかもあの結構近いの将来なので応援しやすいですね、これはもう思いっきりちょっと皆さんで応援していきましょうよ、うん、はい、いやこれからも頑張ってください。ありがとうございます。いや本当にあの今日はありがとうございました。今日は清松総合鉄工株式会社から鍛冶工の中島直樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとうございました。ここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生、ワクワクしてる、いやいやながらやってることなら、そんなの全部やめちゃえ、しながらやればきっと楽しい。清松総合鉄工株。若い女性のための創作童話、仮想現実 E メール、その7、狼の嘆き。ただその日から僕は女房が天国への階段を何度も後ろを振り返りながら登っていき、後を追おうとして泣きじゃくる息子に気がつくと、キビスを返して息子を抱きかかえ、地獄の洞窟に降りていく夢にうなされる日々が始まった。僕は眠るのが怖くなり、夜になると繁華街をふらつくようになった。そこには自分から逃げるためのものは何でもあった。まるで獣のように毎晩獲物を求めて歩き回り、酒を浴びるように飲み、そして適当な女が見つかると、金で頬を張るようにして、ただ肉欲を満たす日々を重ねた。その生活は、その瞬間は心地の良いものであったが、そこには満足はなかった。何人の女と何回関係を持とうと、虚しさだけしか残らなかった。そのうち度重なる情事の末に情が移り、店を持たせた女も何人かいた。しかしそれも店が軌道に乗るとすぐに離れていき、なおさら虚しさが大きくなった。何もかも嫌になり、すべてのことにやる気が失せて、本当は誰かに僕自身を、僕の持っている財産や地位や名誉ではない、ただの裸の僕を愛してほしいと思うだけなのに、そう思えば思うほど虚しさだけが僕を押し包んでいく。そんな中、僕はたった一人の息子に愛を注ぐことで寂しさを紛らわすことを覚えた。はい、第7話まで続きました、はい、なんか、女房を亡くして子供が、もうなんかだんだん、
との関係もなんかよくなくなっていって、はい、まあ、両親ともなんとなくこう気持ちが合わないみたいな、はい、そんなだん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 孤独感に、押し進まれていく、そんな僕がやっぱりこう、水と同じように低い方に流れていくのって人間は、はい、耐えやすいんですよね。そのような状況でどんどんこう、だんだんこう低い方に流れていくのを止められない僕がいるっていう、まあ、そういう状況が、今日このショーで語られているところでございます。狼の嘆きと題してます。はい、キノワ総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、キノワ総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、キノワ総合鉄鋼カー、作る喜び、男の仕事、可愛い女性も活躍中、総合鉄鋼カウ、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる。はい、中島くん帰ってきました。本当にね、はい、若くてこう、もう筋骨隆々で でね、ボディービルダーを ね目指してるって僕初めて聞いたんだけど、はい、それでもなんか本当にストイックに、毎日毎日頑張ってらっしゃるんで、はい、まあ、うまくいけばいいな、今日は総合鉄鋼でもそれなりに応援していこうかなっていうふうに思いますんで、ね、頑張ってください。楽しみです。はい、でちょっと時間が少なくなっちゃったんだけど、はい、月書の朝礼の話ちょっとだけ触れましょうか。今回の月書の朝礼のお題が、はい、カーボンニュートラルって何ですか、うん、原子力についてみたいな、はい、最近原発を使った方がいいんじゃないかとか、まあ、それが良くないんじゃないかとか、いろんな説がございまして、まあ、でも、まあ、カーボンニュートラルから端を発して、まあ、原子力使った方がいいよねっていう話になってるんで、じゃあカーボンニュートラルって何なのかっていう、そういう話をさせていただきましたよね。はいはい、まあチャコも来ていただいたんですけども、はい、まああれ聞いてなんかなんとなく、本当にカーボンニュートラルって重要なことなのっていう感じしたでしょ。実際のところメランコビッチサイクルっていうのがもう本当にカーボンニュートラルが言われる前からあって、だんだんお腹に向かうことは決まってたんですよ。あと10億年後には太陽の、はい、光は今の 10% アップして、10% アップすることによってもう水がなくなってしまって、で木々が全部枯れてしまってみたいな感じで、木々が枯れるから酸素がなくなってみたいな、そんな、まあ10億年の話で僕らが生きてる間じゃないんですけども、その時はその時の科学が何かをしてくれるんだと思うんですけども、まあ、そういうことが本当にちゃんと科学的に証明されているメランコビッチサイクルというのがあったんですけど、それがいつの間にか全てのことは CO2 のせいだみたいにしてこう置き換わっていってるっていう、まあ、あんまり、なんか陰謀論みたいなことを言いたくないんですけども、誰かの思惑によって僕らはなんかそういうふうに思わされているっていうような気がしてしょうがないんで、ちゃんと自分の力、ね、頭で考えて自分で調べて、自分その結果で本当はこれが正しいんじゃないかっていうのは一人一人がこうちゃんと理解していかないと、今みたいにこうどん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 、情報化社会っていうか、はい、もうロシアがウクライナに侵攻したことによって、はい、もう日本も防衛力を増強しないといけないんだみたいな、そういう話になっていくのはちょっとこのまま進んでいいのかなっていうような、はい、そういうお話をさせていただきましたよね。はい、はいはいはい、ということで今日もお聞きいただきありがとうございました。はい、お相手はよし池松、そしてチェコこと佐々木久子でした。せーの、いいね。すべてうまくはいかないけど、辛いこともあるかもね。でもここならきっとワクワクできる。みんな主役の人生。